アルバイトチャンネルの清水です。アルバイトチャンネルの佐々木です。今回のアルバイトチャンネルはスターバックスでアルバイトされているまっちゃんさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、スターバックスということで、まあ、有名大手カフェですね。気になる人多いはず。気になる人多いと思います。はい、じゃあまず仕事内容を聞いてもいいですか。主にポジションごとに分かれてる感じなんですけど、まあ、皆さんがよく知ってるようなものだとレジと、あとバー、他にあと CS とか OS とかっていうポジションもあって、CS はカスタマーサポートみたいな、例えばレジが混んでたら2つ目のレジ開けるとか、バーが混んでたらバーでドリンク作るのを手伝ってあげたりとか、まあ、そのサポート的な役割の部分があって、OS とかになるとまたさらにその CS がサポートしてる以外の場所のサポートに入るみたいな、いっぱいポジションがあるんですね。そうですね。そのポジションでどこをやってますか。毎回のシフトで1時間ごとに割り振られてて、どんどんグループでローテーションで回ってくる。なるほど。全部できなきゃいけないんですか。そうですね。研修とかあるんですか。研修は、はい、もちろんあります。どれぐらい、どういうことですか。基本最初は座学から。やっぱ座学なんですね。しかも結構しっかりしてて2ヶ月くらいみっちりやるんですよ。しかも最初はもう表に出させてもらえなくて、ずっと iPad 使った学習を教えてくれる人がいて、その人とずっと行けるみたいな。その時って時給は出てません。いや、それが出るんです。あ、そうなんですか。はい、逆に出なかったらきついですね。時間の無駄ですよ。アルバイトで、ね、お金稼ぎに来たのに座学お金入りませんみたいな。他のカフェとの違いってありますか。まあ、一番はやっぱり接客にマニュアルがないっていうところがポイントだと思って。ないんですか。ないです。基本的にこういうことを言ってくださいとか、こういうふうにお客さんと接してくださいっていうものがなくて、お客さんと自由に会話する人もいれば、急いでる人に対してはその会話とかせずに、まあちっちゃく確かにめっちゃ話しかけられますよ。まあ、僕そんなにたくさん行くわけじゃないですけど、人によって様々ですよね。そうです。いろいろ聞いてくれる人もいれば、すごい簡素化されてるような方。確かに皆さんフレンドリーなイメージありますね。アットホームな感じで、結構店員さん目当てで来店される方とかもいたりして、その人のファンみたいな。いや、なんか美男美女多いイメージありますもん。皆さんはそう思われるかもしれないんですけど、まあ割と当てはまってんじゃないのかなって思います。それ陽気が多すぎる。面接の時にめちゃくちゃ多分そこ重視されてるんじゃないかなっていう感じはします。イメージは。でも面接はスタバが大好きみたいな感じのことをご利用せば割と受かりやすい。週4で行ってます。そのドリンクが大好きですとか。あ、スタバ愛がある方が受かりやすい。そうですね。あ、めちゃくちゃいい有益な情報を。働きたい人多分いっぱいいると思うので、数あるカフェの中でスタバで働くメリットってありますか。スタバっていうブランドがあるじゃないですか。それは結構、まあ、友達とかいろんな人と話すときに話のネタにはなるかなっていう。そうですね。マウント取れますもんね。違うコーヒーとか働いてる、あ、俺スタバだけどどうやみたいな。いや働いてる人はそれやりづらいですね。そうするとみんなからうわ出たよスタバみたいな感じになってくるんで、そこはまあちょっと謙虚に。スタバってやっぱ忙しいですか。結構忙しいかなと。モールの中にある商業施設とかにある店舗と路面店とかだと忙しさが変わってくるんですよ。どっちが忙しいの。商業施設の中に入ってる方が圧倒的に忙しい。あ、そうなんですね。路面店と違って入り口に扉がないんで、みんなもうスッと入りやすいとか。混んでるのは嫌ですか。嫌です。レジとかバーって並んでて、でバーとかにも並んでると急がなきゃみたいな。あ、なるほど。すごいプレッシャーが感じるので。見られますもんね。はい。あと客層も路面店と商業施設によってそれぞれ違くて、商業施設とかだと家族の子連れの方とか、ご年配の方とかもいっぱい来るんですけど、結構年齢の層とかは違ってくるので、お客さんの、その質とかもだいぶ変わってくる感じです。路面店だと普通にあの、まあ、OL さんとかサラリーマンの方とかっていうのが多いイメージ。そうですね。カスタムで有名ですよね、スタバは。カスタマイズはいろんなのができるんで。あんまり行かないのでなんか怖くてカスタムでできなくて、なんか何ができて何ができなくて、どこまでが無料なのかっていうのがあんまり分かんないんですよ。まあ、基本的にはそのドリンクに使われてる資材が増やしたりするのがただなんですよ。例えば、フラペチーノだったらホイップとか使われてるじゃないですか。あれは元から使われてるものなんで、いくら増やしても無料だったりとか、中にチョコチップとかパウダーとかが入ってたら、このドリンクのカスタムは無料みたいな。まあ、ゼロをじゃあ1とか何か増やすときはお金かかっちゃうけど、そうです。1を2とか3とかにする分には別に変わらない。そうです、そうです。なるほど。ガスタバ行くと、たまにコメントを書いてくれるんですよ、カップに。あれって何の基準なんですか。
あれは割と店の回転がルーズな時とかに働いてる人が書こうっていう気があったら書くみたいな感じなんです。ああ、なるほど。暇だった、暇だった、確かに。忙しい時はもう書く時間すらないんで、もうパッパパッパやめてたんですから。絵上手いじゃないですか。絵というかサインみたいな、あれって自己流なんですか。あれも自己流ですね。センスなんで。練習するんですか。いや、練習しないです。字が上手い人とか、絵描くのが上手い人にお願いって渡して描くみたいな、そういう感じです。あれ嬉しいですよね。可愛い人から描かれたら嬉しいです。あ、男目線 で男が描くのはちょっとあれですよね。女性からできれば男目線で描いてほしいし、あわやくばあの LINE の ID を書いてあったっていう。そういうのあるんですか。友達はもらってましたね。インスタの ID みたいなのをレジで買って。お客さんからって。そうです、店員からお客さんじゃなくて逆にもらうみたいな。ここで LINE ですとかみたいな感じで、はい、ダメではないですそこは。なんか規制とかはされてないんで。結構やっぱイケイケの男女が集まってるスタバのイメージなんですけど、出会いってめっちゃあるんですか。まあ、学生は結構働いてるんで出会いはあるのかなって思うんですけど。飲み会とかはあるんですか。今はコロナなのでないんですけど、コロナ前とかは出勤後に飲みに行くとかだって、そことかで恋愛に発展するみたいなパターン多いですね。なるほど。いいっすね。若い人多いですもんね。人間関係は割と良好ですか。店舗によって違ってくるんですけど、学生同士の仲っていうのはいいんですよ。ただ店長含めて社員の方とかフリーターの方、主婦さんとか、そういう人たちの質がちょっとあれだと店舗の雰囲気が悪くなっちゃってるみたいなのがあります。でも僕の店舗はみんないい方なんですごい働きやすいんですけど、友達が働いてる他の店舗だと社員の方がバイトとかに詰めるタイプの人、そこの店舗は結構みんなちょっと働きにくい。サーバーで働いてる限定の待遇って何かあるんですか。一番はやっぱドリンクがシフトの日は無料で飲める。おー、いいですね。何杯で飲めるんですか。シフトの長さとかも飲めるんですけど、5回ぐらいが限度とか。5杯じゃんスタバ自由に無料で飲める。そうですね、それめっちゃいいじゃないですか。いいんですけど、そう、最初はみんなフラペチーノとか飲むんですよ。ただ大体みんなカロリーとか気にし始めたり飽きたりしてきて、最終的にはあの飲みやすいティーとか あとコーヒーとかラテとかそういうのが落ち着く気が多いです。新人さん3杯フラペチーノはきついんですね。で新人さんの最初はもうめっちゃテンション上がってフラペチーノでみたいな、そんな感じです。めっちゃカスタムで甘い甘くしようみたいな、ホイップいっぱい出ようみたいな、後半はもうなんとかティーみたいな、そんな感じで落ち着く。入ったばっかの頃とか自分も割とフラペチーノでいろんなカスタマイズ試したりとかしてたんですけど、もう飽きちゃいました。あとはパートナー割引っていうのもあって、スタバで働いてる人はどの店舗でも参加引きになる、めっちゃいいじゃないですか。自分の店舗で働いてる時は無料で飲めるけど、まあ、どっか遊びに行ってる時とかスタバあったら、結構学生でアルバイトとか友達と一緒に課題とかやってすることもスタバでは多くて、そういう時に友達と一緒にいるとありがとうって言われることが多いです。あ、友達の分も一緒に注文できます。なるほど、友達欲しい。スタバで働いてる友達がいたらスタバ行ったら安くなる、ね。はい、あとは毎週コーヒーの豆が 100g 持ち帰れるんです。毎週ですか。毎週です。1週間に1度週間に1度。それはみんなもらえるんですか。はい、もう働いてる人であればどの人でも持ち帰れます。だからコーヒーが好きな人とかは結構いいんじゃないかな。確かに驚きの情報がいっぱいありました、ね、ということで総合点聞いてもいいですか。80点。お、まあ高いですよ。高いけど、じゃ20点のうちは聞いていいですか。100に至らなかった20点で10順に分かれるんですけど、はい、まず10の方は結構割に合わないなっていう給料。ああ、確かに時給は安いかもしれない。これはもう働いてる人はみんな言ってます。忙しいのにこれだけかって。ああ、まあ確かに。であとの10点は、まあ、人間関係の部分で、まあ、悪い店舗もあればいい店舗もあるっていうことで、まあ、一応マイナス10したこと。なるほど、はい、人間関係がいい店舗に入れば90点ぐらいかな。そうですね、自分はいますもん。うん、なるほど、はい、スタバに興味がある方はたくさんいると思うので、よかったらぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またねー。